2018年スイスの旅、7月8日、スイス、ベンニネアルプス、マッターホルンのふもとツェルマット、ウーターロートホルンの裾のブラウフェルトから3個ハイキング、ウンターロートホルン3103メートル、その裾野をハイキング初級、所要2時間、距離約6キロ、標高差下り383メートル、上り59メートル、シュテリコ、グリンジェコ、ライコ、ホテルブリストル3泊目の朝、朝焼けのマッターホルン。朝4時47分、5時44分、約10分間の朝焼けショーです。5時49分、5時49分、5時50分、5時51分、5時52分。10点満点ならやっと9大点、7点ぐらいの朝焼けでした。5時49分、今朝は快晴で明けました。ハイキング日和です。7時10分。本日天気晴朗なれども湿度しくし、写真の後輩この一日にあり、各員一層巡礼努力せよ。9時ホテルを出発、徒歩で600メートル10分、スネガエクスプレスへ。9時11分、見返りマッターホルンです。ベランダというベランダはいっぱいの花です。9時12分、スネガエクスプレス着。乗車口まで長い地下通路があります。スネガエクスプレスは地下を走るケーブルカーです。1980年に完成しました。標高1620メートルのツェルマットから標高2288メートルのスネガへ、高低差668メートルを3分で、路線距離は1545メートル、平均時速30キロメートルの高速ケーブルカーです。これは富士山登山に例えると、2合目から5合目までを3分で登る速さです。9時26分。スネガ展望台着。スネガはツェルマットから一番近い展望台です。レストランがあり、マッターホルンを眺めながらの食事が楽しめます。スネガからブラウフェルトのゴンドラリフト乗り場、9時28分、ゴンドラに乗車、ブラウフェルトへ。標高2288メートルのスネガからブラウフェルト2571メートルへ、ゴンドラで約7分。
号のマッターホルンバレです。約7分の空中散歩です。進行方向右側のペニネアルプス山脈、クラインマッターホルンやブライトホルン、ゴルノグラートが見えます。振り返るとマッターバレーの先にオーバーガベルホルン、4063メートル、オーバーガベルホルン、4063メートル、オーバーガベルホルン、4063メートル。北西アルプスには東西に並行して走る2つの山系があります。ペンニネアルプス山脈は北西アルプスの南の山系に含まれます。白い山並みはスイスとイタリアの国境、手前はスイス、奥はイタリアです。マッターホルンの稜線も国境線です。9時35分、ブラウフェルト着。ブラウフェルトは壮大な展望と多彩なハイキングコースで人気のスポットです。9時47分、所要2時間、距離約6キロ、標高差下り383メートル、上り59メートルのハイキングです。でも我々は倍の4時間です。クローバニラオーキッド、サクラソウかトチナイソウだと思います。西洋アブラナ、ウツボグサ、ペンステモン、オキナグサ、忘れな草です。花を探してあっちへうろうろ、こっちへうろうろ。10時20分、この位置からのマッターホルンの姿は最高です。白山一毛、クロッカスでしょうか、自信なしです。ウィンデルン氷河、フルアルプ小屋、アドラーホルン、シュテリコからガレバを800メートル、標高差63メートルを登るとフルアルプ小屋です。マッターホルンの絶景を眺めながらの食事は最高です。ウィンデルン氷河、アドラーホルン、3988メートル、
10時32分、桜草、アルプス三大名花の一つ春林道、10時45分、ステリコ、標高2537メートル。ロートホルン山麓にあるマッターホルンを望む三条湖の一つです。標高が高く遮るもののない美しい名峰の姿を堪能できます。晴天で無風の日には湖面に美しいマッターホルンの姿を映すミラーレイクとしても有名です。11時5分、アルプスの三大名花の一つアルペンローゼ、オーバーガペルホルン4063メートル、マッターホルンの右ドラニの4000メートル砲、アンコールです。オーバーガベルホルン4063メートル。オーバーガベルホルン4063メートル。ドロニクムクルシーです。日本には似たような花はないのでしょうかね。11時15分、桜草、あずまの菊、灯台草、のこぎり草、すごい、自転車女子です。11時28分、西洋アブラナ、エーデルワイス西洋薄雪草です。野生のエーデルワイスは稀です。エーデルワイスはドイツ語の気高い白に由来します。
アザミ。11時51分、ノコギリソウ。コケナデシコです。12時19分、グリーンジェコ着。グリーンジェコ、標高2334メートル、ロートホルン山麓にあるマッターホルンを望む三条湖の一つです。紅葉する西洋カラマツ、レルヒの木々に囲まれています。夏、レルヒは緑、秋には黄色からオレンジへ紅葉します。数あるミラレイクの中、四季折々の異なる表情を最も楽しめる湖です。桜草か土地内草だと思います。円形層、オキナグサ、ここはグリーンジェコが森林限界です。限界を超える左側は高山植物の天下です。グリーンジェコで小1時間長居しました。アズマの肉です。13時4分、ややきつい60メートルほどの登りです。ここまではほぼ下りでした。向かいの山道はゴルナグラード鉄道リッフェルアルプ駅からの道です。オイラがリーダー、ついてこいワン。マッターホルンとツーショット。ここからはほぼ下り。
向かいの山はゴルナグラート山麓です。山道はゴルナグラート鉄道のリッフェルアルプ駅に続いています。13時27分13時30分スネガまで残り1キロほど、標高2260メートルです。コケナデシコです。14時8分14時11分フィンデル村が見えました。バレー地方の伝統が残る山小屋が美しいフィンデル村です。14時37分ライコ着、釣り鐘荘ホタル袋です。ライコとオーバーガベルホルン4063メートル、チェルメットから地下ケーブルでわずか3分。最も近いマッターホルンを望む展望台として知られるスネガの下にある小さな山上湖。湖面にマッターホルンが映るミラーレイクです。ダレガさんは花が命でした。14時40分スネガエクスプレスに乗車、15時51分ホテルに帰着、17時30分夕食です。ホテルブリストル1泊2食付き、2人で340スイスフランでした。主菜はチーズフォンデュでした。続く